皆さん、こんにちは。スイッチサイエンスチャンネルです。はい。お久しぶりの金本さんですね。お久しぶりです。って言っても、金本さん、ラズパイミーティングの動画に金本さんも出てたんで、そんな久はしじぶこりじにゃね、ないそうです。そう。はい。そうそうそう。はい。はい。というわけで、今日の議題は、メーカーフェア東京がもうすぐありますよというお話です。おめでとうございます。っていうか、こんな時期だったっけね。あ、そうなんですよ。去今年。年は、去年とかはこう夏にやってるのが恒例だったなんと思か、うんですけそうど、いう気がしてたんで、あれって思ったんですけど。メーカーフェアは10月14、15の土日のに、土日ですはい、ね。開催されます。で、1日目はお昼の12時から6時まで。2日目が10時から5時までっていう感じで行われるんですけど、土曜日運動会の小学校すごく多いんですよ。ね、この時期。なので、ちょっと土曜日は金本さんは来られないかもしれない。まあ来られないですね。晴れてたらいないんじゃないかな。はい。日曜日は来られるんじゃないかなという予定です。というか、そう、そう無理そう。して、金本さんがそこで無理してくると、社員が休みづらくなるんで休んでくださ雨が降ったら行くよ。い。はい。で、場所はいつも通り、お台場の東京ビッグサイトですね。西4ホールで開催されます。四角のところの上の階。ます。上の階、ビッグサイト入って右側ですね。はい。いつもの感いつじもで。のところで行われます。ビッグサイトは今年もスポンサーとして参加することになっておりますが、誰かしらブースにはスイッチサイエンスチャンネルをいつも見てくださっている方、おなじみの、安井さんとか、マキーさんとか、菊池さんとか、そこら辺の人は誰かしらいるかなと思うので、僕がいなくても大丈夫でしょう。でも、金本さんにいたら楽しいじゃない。いやね、いや、みんな。いやいや、なんとかお願いします。はい。はい。私ももちろんいます、そこには。マイクロビットコンテストのブースはいつもスイッチサイズの横でやってたんですけど、今年は別の場所になっちゃったんですよ。そうなの？マイクロビットの人たちとまとまることにしたんです、こと相おお、談しそれはて。いいでなす。ので、そう、その方がいいかなって思って、そしたなんら行ったで、り来たりじゃないですか。そうなんです。私は会場行ったり来たりしておりますので、ぜひ見かけたら声をかけてください。はい。で、今年、スイッチサイエンスブースはですね、すごい目玉があります。もいや、もう分かってるから、そんなに言わなくていい。ラズベリーパイ5を展示するということです。今年の目玉は。実機をね。はい。そうです。実機を展示します。ラズパイミーティング、先月、ケンブリッジで行われて、そこで実機をもらってきました、スイッチサイエンスは。なので、それを展示しようかなと思います。で、これがですね、動かすことができません。ただ実機がどんな形なのかなとか、今回フォームファクターが結構変わったので、どんな形なのかなみたいなのを見れるようになっています。で、今回はなんとですね、宝飾用の ガラスケースを それただのネタじゃないですか。レンタルして、その中に入ってるんで、でも、もう毎年よくあるんですけど、間違って持って帰っちゃったりする人がいるんですよ。マイクロビットコンテストとかでもあるんですけど、うっかり手に取って、で、ちょっと持ちながら喋ってたりして、そのまま忘れて、そのまま持って帰っちゃうみたいな人いるんです。なんか、そう、持って帰ってやろうみたいな気持ちじゃなくてね。そういうのがあっても、お互い辛いじゃないですか。持って帰っちゃった人も辛いだろうし。なので、できるだけ触れないような状態にしようということで、新しいラズベリーパイを見に来ていあれ、ただくるいくる回すんですかね。て。いや、回らないと 回んないの？いやいや、裏が楽しいんじゃないですか。裏のフラットな感じが。ね。そうですね。なので、じゃあ、どんな感じで展示されるかは、まだ、会場でのお楽しみかなっていう感じなんですが、あとの展示とかですね、今年販売もするんですけど、そのあたりは、これより前に、いくつか動画を出してますので、そこでどんな展示をするかとか、どんな販売をするかみたいな話はしてると思いますので、詳しく知りたい方は、そちらの動画を参考にしていただければなと思います。はい。私はね、M5 スタックも来ますし、ジミーも来るし、
エレファントロボティクスの上位にも会えるかもみたいな感じになっております。スイッチサイエンス周り結構賑やかな感じで結構楽しい感じのブースになってるんじゃないかなと思います。今日はメガフェア特許2023のスイッチサイエンスこんな手にするよとか、金本さんはいつ頃いるからみんな遊びに来てねみたいな動画でした。はい、僕はあんまり喋ってないけどこんなんでいいんですか？もちろんです、もちろん。いつもそうじゃないですか、金本さんの動画といえば私がペチペチ喋って金本さんがそうだねって言うみたいな定番なんで。はい、ありがとう。ありがとうございます。では皆さん、メーカーフェア東京でお会いできるのをすごく楽しみにしておりますので、ぜひ遊びに来てください、ね。はい、というわけで今日はこの辺でおしまいです。またメーカーフェア東京の会場とか次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。